警察官らしからぬ男だった。そいつには顔がなかった。長い髪に隠れて見えなかったのだ。無駄な抵抗はよせ。お前を逮捕する。手錠をはめられた。はて、罪状は何でしょうか。とりあえず質問してみた。罪状知らぬとは重罪だ。連行する。そのまま見慣れた繁華街を歩かされた。途中、顔見知りの太鼓持ちに出会った。旦那、本日はお日柄もよく、どちらまで。それがな、わしにもよくわからんのだよ。それはまた、なんとも大変でげすね。ああ、やっぱり、お前もそう思うんだね。太鼓持ちは、へらへら笑いながら、腰の太鼓を叩き始めた。顔のない男は、太鼓の音を無視した。まるで耳もないと言わんばかりに。やがて見知らぬ街角を曲がった。それは警察署らしからぬ建物だった。なぜか割れたメロンの断面を連想させるのだった。犬の番兵が立つ玄関は狭苦しく、牛の首が転がる廊下は歩きにくかった。天井には斜め逆さにろうそくが灯され、溶けたろうが床の上に垂れていた。うっかり靴底を滑らせて転ばぬよう、我々は注意して歩かなければならなかった。通路は迷路のように複雑に曲がりながら、急な階段を上り下りするのだった。やがてたどり着いた地下の奥の空間は、誰がどう見ても賭場になっていた。繁華街より賑やかだった。博打は法律に触れんのですか。当然のようにその質問は無視された。ちょいと軽く首を絞めただけですよ。ぬいぐるみの鶏が弁明していた。その首は今にもちぎれそうに折れていた。ふん、みんな三つ指の亭主が悪いのさ。酔っ払いの女が愚痴をこぼしていた。その開いた手の指は7本あった。やっと手錠が外された。さあ、ここで何かかけてみろ。顔のない男がそっと耳元でささやくのだった。もしもかける値打ちがあるなら